はい、おはようございます。まずはこのポスター見てください。はい、おはようございます。ジャイロ技研のジャイロでございます。まずこちらのポスターをご覧ください。ドカッと僕が、そして北関東初進出、やった、おめでとうございます。やったじゃあね、こういうポスターを見ると、あー、認められてきたんだなと、とても嬉しいですね。感無量でございます。で、本日お邪魔しているこの北関東初進出の店舗さんなんですけども、ニュー丸の内緑町店さんでございます。ありがとうございます。さて、そのニュー丸の内緑町店さんで打つ機種が CR 新北斗無双3でございます。え、お前打つのあれ思われるかもしれませんね。またあの北斗無双3動画、とても反響いただいており嬉しい限りでございます。ただですね、じゃああの1回で批判だけして終わるのお前っていうのが私の中で湧いたんですね。もう一回しっかりまっさらな気持ちで打って、あ、やっぱここはあかんなとか、あ、ここはいいんじゃないかなみたいなのを冷静に今度お伝えできたらなと思って実践機種に選びました。というわけで実践開始まで時飛ばし。よいしょ。2万5000ぐらいあんのか。リピー。ん？はい、では、ちょっと待って、下げた方がいいな。はい、では打っていきたいと思います。ん？ 1000 円？ごめんね、細かいのがめちゃくちゃあるんだ。最初に細かいのを処分するのがいいかなと思いまして打ってまいります。ポチッ球がお前やっぱ打つなってことこれすいません球が出てこない。これは何を暗示するのか。で、ちょっとこの時間を利用してまずスペックを説明していきますね。大当たり確率319分の1で、右打ち中の確率が約 6.1 分の1ぐらいで、へその大当たりはオール3ラウンド 12.5% がラッシュ直行、 87.5% が時短1回転で電柱保留3回転の4回転のチャレンジになります。出てきたかな、あれどこなの、なんかこれなんかもしかしたらそのまま直でダダダダダって後ろに流れてるパターンですかね。大丈夫かな。あ、オッケー。はい、では早速打っていきたいと思います。で、前回の北斗無双かなりね、視聴回数も伸びて評判も良く嬉しい限りではございますけども、ちょっとね、2つほどまずは謝らなきゃいけないなと。別にあのサミーさんの顔色伺ってるわけじゃなくて、まず1つ目、思ったより生きてる。正直ね、俺年末年始まで持たないと思ってたの。年末年始パワーがあるから稼働が続いてるっていう意見もいただくんだけど、年末年始ももうガラッガラ、本当にお客さんが全く打たない状況になるって読んでたぐらいだったから、その点については俺、僕の読み違い、割と皆さんこれ打つんだなと思って、言い訳じみたことになるけども、僕のね、このこける予想は外れた方がいいのよ。なんでかというと、評判機種が導入されてすぐお客さんが飛ぶと、この機械台を回収するためにいろんな台がきつくなります。お、ターボだ。でもね、ターボがついていても突破しないことはあります。だからね、この台が思ったより稼働してくれてるのは良かったです。
あんま機会見る目ねえかなと思いましたね。2つ目がこれ俺ね、なんであの時ブチ切れたかっていうと、例えば北斗無双3が年内2020年でお客が飛びます。で俺ね、この枠こいつ専用だと思ってたの。それも相まってブチってきたんだよね。他のに流用せず専用枠を作っておきながらこの出来かよっていうところが、この枠次の偽物語かなにも流用されるってことで、そこもね勘違いしてました、ごめんなさい。まあ話をまとめると、僕の予想に反して稼働がまだ持ってる、めっちゃくちゃ稼働してるってわけじゃないけど思ったより持ってる。その2、大枠が北斗無双3専用枠だと勘違い していたこと、この2つ、この2つはお詫びしなきゃもらえません。そしたら X 秒かける2になりました ね、 やったね。これがこの場合はあれですね、直接決戦いきますね。で演出面なんだけど、ほどほどに決戦リーチには行くんで退屈はしない、いい風に捉えると退屈はしないんだけど、悪い言い方するとあのね、ワクワクがないっていうのかな、うおーみたいな、あ、これはエピソード系っていうかミッション系経由で決戦リーチに行く流れですね。だからこのケースの場合は赤系のチャンス演出しか絡まない状況で行きます。何だお前、何だお前、動きやがって。で今9回転なんですけど、すでにもうスーパーが2回かかってますね。連打したけど全然上がらなかったんだけど、でも激アツだってやったね。覚醒中じゃねえんだ、当たりも当たり。ここで赤になるのは初代と変わらないで、ここは別に何とも思いません、正直。でここのタイトル赤はかなり変化しやすい、ほとんど赤タイトルになるんだよね。でロゴの色はやっぱり赤や金までいかないと厳しいんだけど、緑でも究極無双に行きゃなんとかなります。で早い段階で赤まで行ってくれないとちょっと厳しいかな。もちろん究極無双行くことはあるんだけど、ダメくせえなおい。あー行かねえか、うん。でこいつがこれはね、おーだって、激圧が強いんだな、早いな。でもね正直これは暑い時に動かしてほしかった、毎回来るから。ここの激圧が多分相当強かったと思う、可能性があるとしたらそれぐらいかなと思ったから当たりましたね。500円9回転はい。で最終決戦っていうかこの厳冬決戦に関しては前回も述べたんですけど、多分今回もこればっかりちょっとワクワクしないかな。厳冬決戦ね、ねえやっぱね、まあ行くか、打てくか、やべ普通に入れた。チームはね僕はボスって決めてるんで。でもねあれガロとかライダーとかエヴァとか450発のやつって大体みんな稼働がすぐ垂れたんで、本当に北斗無双3ねへそで当たって300発ぐらいしか出ないわけじゃん、持たないと思ったんだけどね。みんなやっぱ右特化型好きなのかな。でデジタルが止まってるんで1回転目は外れてるってことですね、これ悲しいね。でここの時にロゴが落ちるチャンスアップとかがあるはずだけど出ないですね。まあ新ホゲでいうとこれがクリスかな。でカットインが入って反撃したら強攻撃食らったんで弱攻撃ですね。まあ行かないだろうね。セカンドバートル、バートルの前に次となる。ダメくせえ、何にも登場までにチャンスアップなかった。星さんもねそんな期待できないんだよ、トータル信頼度 10% なんだよね。あー食らった。だから結局星4が出てこないと期待できない作りなのがちょっとがっかりですね。そこはもうちょっと考えてほしかったね。もちろん星2や星3で当たることもあるでしょう。ただ期待できるかどうかって言ったら期待できないわけで、そこのスクレー、おいなんかでチャンスアップ来いよ。こねえじゃあダメか、2の星、いやー星3、星3もう少しねワクワクさせてほしかったな。
あーダメか。ここでぶっ倒されるのはまあいいんだけど、幻灯決戦終了。だってさ、やっぱね、319当てて出玉ちょっと今持ち玉300個なんだけど、アマデジでももう少し出るじゃないですか。もちろんね、この右に全振りしてる機種は全否定はしないけど、やっぱしんどいよ。だってさ、なんつうの、ミドル当てたらしばらくは球で遊びたいじゃない。あー、やった当たった、ミドル当たったと思ったらラッシュ入んなかったら、もう速攻で追加投資が見えるってのはちょっとね、やっぱこのここだけは僕はちょっとないかなって思いますね。やっぱこれね、ケソ1000とは言わない、600発ぐらいは出してほしかった。600発300発ちょっとはしんどいっすよ。突通じゃんみたいな思っちゃう。おあー、でもタイマー1個か。ああ、真剣のワイヤルか。え、ちょっとこれはひどくね。タイマー出たのにガセ変動あんだ今回で。また次の変動でタイマーか。今回は30秒だから疑似さんかな。通常時に関してはね、そこまで嫌いじゃない。そこまではね、ちょっと決戦リーチの高揚感が足りないのはあるけど、もう本当にひどいかっつったらそこまで嫌いじゃないんだよね。初代もこんな感じだったからね。ただね、初代より初代のエピソードリーチ、要はこっちで言うとミッション系のリーチに発展しやすくなってるかなっていうのを感じるのと、こっから決戦に行く流れが多いね。行かないか。おい、行っとこう。35回転目一応飲まれる前に1回チャンスは来ましたね。例えば発展しても、あ、タイトル普通か、珍しい。発展してもね、やっぱワクワクはしないんだね。あ、発展したなぐらいで。あ、チャージこれ。あとね、チャージはね、サミーさんもそうだし、京楽さんもよくチャージってやるじゃん。これやめた方がいい。なんでかっていうとね、リーチの半ば前にチャージが足りてねえと諦めが入んのよ。あ、もうダメだみたいな。一応最低でも緑までに行くようだけど、さっき一応これで当たったけどさ、やっぱもうこの究極無双に行かなかった時点で割とがっかりじゃない。でこいつが暴れるじゃない。ちょっとアッパーカットこらえたくなるけど、帯電ボタンダメじゃない。まあ、何がいいでかっていうとね、このチャージがあるがゆえにリーチの半ばでがっかりしたんだよね。でこのロゴが動いてカットインが入るとさ、あ、究極無双行かなかったみたいな。チャージは本当いらなかったね。ただでさ、あの決戦リーチのトータル信頼度そんな高くねえから、発展してもおおとはなんないの。要は海物語でいうマリちゃんが降ってきたぐらいの、あ、発展したどうなるかなぐらいの気楽に見られる反面、高揚感がないところへこのチャージで毎回緑までしか行かず、カットインの緑見せられてはいがっかりっていうのを連発させられると、個人的にはちょっと足りーなーみたいなとは感じるね。ただここは僕個人の感想になるんで、こういうのが好きな人もいるとは思う。ただ個人的にこのチャージはやめた方がいいと思います。理由はリーチの中盤ぐらいでもう分かっちゃう。うお、これは期待したいよね。変動開始前に赤保留になるやつは前からすげえから、あれ疑似連なしでいっちゃうの決戦。あれさ、初代でも疑似なしと疑似2の覚醒強いって言われてたけど、俺強えと思ってないんだな。このパターンどうなの。ちょっと当たってほしいけどさ、やっぱでも発展はしやすいね決戦リーチに。
これで今日まだ100回転回してないけど3回目青緑赤でよかったような気もせんねやな、うん、チャージまあ、つかチャージそのものがいらないんだけどああもうここら辺で緑になってねえとダメかなって思っちゃうつか青のままで終わることあんのかなああ緑になっちゃった多分ねえんだよでこれで当たることもあるだろうけどあチャージがこねえ緑っていうパターンがやっぱ延々と見せられるのはしんどいですねあとお前は暴れすぎん40からでテンパイするんじゃないのこれだってお前赤で酒蒸したね今テンパイさせましたけどテンパイ成功させたけどネクストなだけなのこれなんかさおっさんの感覚で言うとあの成功テンパイさせては花のケージとかであったけど成功したら大当たりってイメージが強いけどこれ単なるネクストなだけだよな多分そうだよねせめて決戦リーチ行くよな当たんのかそれともあれずっつか青堀のままじゃん疑似さんでえ初代でも疑似さんになった時に大体緑までなっただけだあれ今回青のまま疑似さんしたっけまあするんだろうな94まで行きましたけどリンちゃーんオッケーこれどうなんだろうね読んでてリーチはかけたけど一応タイトル変化はありましたね変化しやすいんだよなでもリーチよりここ見ちゃうよね早く緑になれやオッケーオッケー赤になかなかならないんだよね赤までの壁が高いね究極無双いかねえかな金まで行ったことある人いるこれロゴ当たる時も金までいかねえんじゃねえの赤や金までっておい究極無双はここで倒れるわけにはいかないやっぱダメなのすんげえ暴れるけど帯電ボタンあー読んでずリーチかけたけどダメですよどういうことですかどういうことですかどういうことですか復活もないよねファック歩読んで降ってきたけどどうなのどうなのこれもそんなに熱くないんだよねトークチャージ10かよネクストあ、100になったか今回はね直接発展する方が少ないイメージがあるんでこれはちょっと期待したいけどワクワクはしないよねあー当たるみたいなあ発展したーどっかなーからよく言えば気楽なのよ打ってて気楽あこれ外したらどうしようみたいなのはない実はねこういう風なワンチャンが多い台はそんな嫌いじゃないのよ気楽だからただ出玉が気楽じゃねえからきついんだよあとさ一回赤まで行こうやあ行ったおい究極無双究極無双究極無双は 50% で発動らしいけどでもこれでもあんじゃないどうなのこれで当たったら前の評価を上げてやるダメくせえダメくせえあれさなんていうのかな赤に行くのも結構しんどいじゃないですかそれでやらかせダメですと結構行きますね折れますね僕ちょっと交代したい折れてきたんショックが光りましたねでやっぱこのショックがフラッシュすると色に関わらず決戦系には行くみたいだねで決戦リーチのトータル信頼が 20% ちょいなんでやっぱチャンスそのものは多い演者として見ると絵は撮りやすいですただやっぱワクワクはしないんだよな難しいよねここはねこんなチャンスを増やしちゃうと激圧が減るし激圧ルートでしか当たんないと退屈な時間が増えるしここは難しいんだよまあ突破は分かってるんで激アツ覚醒かよおお
強化まで行ったよ、2段階アップで。金まで行かねえかな、もしくは究極無双来いや。一応この時点で4割ぐらい。おい究極無双はどうした、おい仕事しろ究極無双。金、金カットになんねえか。これで4割ぐらいだったかな確か。なんかねこのボタンでぶん殴りながらやるあーダメくせえ、通常ボタンだ今んとこのね通常時の評価はめちゃくちゃ面白いわけでもないけど、めちゃくちゃつまんないわけでもないかなって感じ。まあ迷ってた時もね通常時はそんな嫌いじゃなかったかな。やっぱね右打ちの幻灯決戦と単発の当たる時の出玉のヤバさがあかんね。やっぱそこだけだなこの台は。あとこれな台枠、ただこれで打ち手が増えるかっつったらどうなんだろうな。確かに台は動いてるけど負ける人で結構こっぴどく負けると思うんだよ。赤タイトル、赤タープ、これでも発展しないことはあります。そこのその後が心配だよな。もうパチンコ嫌ってなっちゃう人が出てくる恐れがある。まあこれも赤タイトル赤ターボで発展しない代わりに青タイトルターボなしでも発展することがあるからまあいいんじゃねえのと思うけど。はい2万円目いきます。究極無双、あとさ隣で今当たった T 君がちょっと打ってるんだけど、やっぱね各メーカーさんこれ考えてほしい。とあるにも言えるんだけど、刑事にも言えるんだけど、連れ打ちして楽しくないこれがあると。こうやって覗き込なきゃダメだから、確かにね大単価上げて売り上げを維持しなきゃいけないのも分からんのかもな、あんたらも企業だから。でもねやっぱねこれはやめてくれ、連れ打ちが連れ打ちが楽しめねえ。売り上げを、ね、維持していかないといけないのも分かるんだけど、こういうのをつけちゃうことによって台の価格が上がっちゃう。それでいて 台がもう寿命が持たないでしょ。だからホールさんも最初からサービスできなくて、お客も信頼に期待しなくなっちゃってて負のスパイラルになってるから、ここはサミーさんが率先してその流れを変えていただきたい。でゲームは今人気があって増大もされててさ、ああなるとまあいい循環ができて長持ちするし、長持ちするって分かったらホールさんもサービスできるんですよ。台枠も普通だしね。ただ弦も弦でやっぱ増大する前の流れは結構ひでえもんがあったから、ダッキーがあったからね、ダッキーが。だから、ね、今はね本当各メーカーで話し合ってもうこの流れは一旦やめて、まず邪魔だし連れ打ちが楽しくないし、まあ隣から見られなくて楽って意見もあるかもしれないけど、もうね本当全メーカーに言うぞこれ、大枠競争はやめてくれ。客はこんなの本当望んでないから。これはサミーさんだ以外にも言えること、10年15年と打ち手を痛めつけてきた結果が今のホールの状況なわけじゃん。お客さんがこんだけ減った要因なんだから、それをみんなでケツ吹かなきゃダメだよね。売上下げてでもいい台作ってお客さん増やして、ホールに体力与えてお客さんを増やしてってやっていかないと未来はないよ。だからね昔と今の決定的な違いは負けさせ方なんだよね、お客の。結局パチンコなんて 90% 以上の人間が負けるわけよ。だから負けるんだけど、あ遊べたっていう感じの負けさせ方をしていくべきなんだけど、そうじゃない台ばかりになってるの。負けさせ方がねきついんだよね。スペックもそうだし、まあ交換率もそうだけど、右に全振りっていう機種は全否定はしないけど、そればっかになると、俺去年すげえ負けたけど、負けたきっかけ理由が今の台って、特にこの無双3はそうなんだけどさ、結局左に突入、右に突入させて右で大連チャン起こしてっていうことを味わえないとすんげえ負けんの。マックスタイプなんか目じゃないぐらい負けるよ今のミドル。悪い方ばっかり引くと、ハマって断髪ハマって断髪なんて繰り返したら。でその最たるのがこの北斗無双3で、やっぱ300発ちょいの出玉で放り出すってのはきついよ。そこはやっぱ今回打ってもダメだね、擁護できんね。トータル信頼度が一応 20% 近くあるんだけど、決戦に 20% ちょいか。その見せ方がちょっと下手だなとは思う。その見せ方の下手だなっていう点がチャージだよね。あのチャージはまずいらなかったと思う。どうせだったらもうチャージもなしで初代そのままでさ、分岐作っといて、左緑右赤みたいな分岐作っといて、分岐を選ぶときに
ロゴが落下して究極無双みたいな作りにした方が良かったと思うね。それだったらさ、リーチの後半でカットインが出るまでは期待感が損なわれないわけじゃん。ところがね、ロゴでチャージしちゃうと、もうリーチの仲間で、あ、これチャージしねえや、どうせ究極無双いかねえな、さらに緑カットインで外れるなってのが先読みできちゃう。外れを先読みさせちゃうのはもったいなかった。だから俺だったらもう初代のまんまにして、最終カットインはボタンで出させるようにして、ボタンがバイブしたらロゴ落下で究極無双でウォーってなるし、落下せずでもカットインの色で期待度を変えてみたいな感じで、そこまでは間を持たせるようにはしましたね。リーチの他のチャンスアップの少なさは良かったと思います。で、まあ全然期待できないのに、こうやってロゴがいちいち落ちてってのはもう昨今の台慣れてるから、こういうの作りばっかだから何とも思わないっていうか、そこの部分はイライラはしません。もしそれで北斗無双を叩くんだったら他の台全部叩かなきゃあかんしね。こんなのでもしょぼいって言ったって、正直とあるだってこういうことやってしょぼいリッチで外れるし、そこは別に俺サミーさん嫌いなわけじゃねえから、そこはどうでもいいかな。ちょっと惜しいんだよな。だからこの台いろいろやっぱね、スペックかな、決戦リッチもいろいろ惜しいし、もうちょいうまく作れたなって思うし、スペックももうちょいなんとかなったなと思う。 85% とか 80% でよかったから、へそでの出玉と、とりあえず一発目の出玉1000発くれて、そっからラッチの方が良かったかな。これだとどうしても原理見劣りするの。単発ラタギの出玉も原理劣るでしょ、突入率も原理劣るでしょ、継続率も原理劣っちゃってるから、色のもったいないんだよな。それでいてね、なんか無双最高、史上最高うんたらって歌い文句してたじゃないですか。あれにプチってきたんですよ。そんなこと言わなきゃいいのに。でこれで6回目ですね。まあ、だから1万円遊びに行くって思った時に何もチャンスがないで終わることがない台なので、何度も言うけどそこは評価する、評価するけど決戦リーチの見せ方が下手くそ、タイトルの変化とかテロップの変化のありなしはそんなに何とも思わない。他のチャンスアップは ないっぽいしね。ほんとこのチャージはやめるべきだった。であとこのボタンはこんなに動かさない。普通にボタンを押せか激押せもここまで暴れさせないで、エイリアンが暴れたら超激アツな作りにするね。俺だったらこいつが動いたらものすごく熱くするべきだったと思うんだよね。無駄に動きすぎ、一言で言うともったいない。なんだって お前あれだけボロクソ言ったくせにひよってるのって言われるかもしれないけど、俺ひよってねえからな、マジで。パチマガジラも平気でボロクソ言ってたから、使いづれとか頭がおかしいとか上原さんに言われるわけよ。俺は昔から変わってないから、そういうところ。別にサミーさんから仕事が欲しいからひよってこんなん褒めてるわけじゃないし、サミーさんからなんか怒られそうだから怖えなというのもないし、じゃあかといってこの前ほら北斗無双をこき下ろした動画がヒットしたからもう一回打つ時も色眼鏡でとにかくこき下ろさなきゃっていう感じで打ちたくはないの。俺はそこはもう自分に嘘ついてるわけじゃん。視聴者が無双スリーをぶったたきました、めちゃくちゃ伸びました、メーカーぶったたきました、めちゃくちゃ伸びました、よしじゃあなんとかしてこの台をぶったたくポイントを見つけようっていう目で俺は打ちたくないから、今日はまっさらな気持ちで打たせてもらってます。一歩引いて見た時に通常時の演出はさっき言ったように決戦リーチが程よく来るから、いい意味で言うと期待感が平行線なんで、1万円打った時に何も起きずに終わったっていうことがないのはいいと思うって。悪く言うとトワルとかゲンさんみたいにボンおーって跳ね上がることがなかなかないとも言えるけど、そこは好みだと思う。俺は悪くない、こういうバランスは嫌いではないです。もう100になった直発展の方が熱いと思うんだよな。女たちの戦い、究極無双、ここで倒れるわけにはいかない、俺が倒れそうだよ。おお当たるんや。なんで総投資が23,000円、総投資23,000円、追加投資22,000円ですね。ちなみにスマホいじってたのは
ツイッターです。お仕事です。ドラクエ英語やってるわけじゃないからな。ドラクエ英語はやってねえぞ、うん、安心してほしい。どうしようかな。ちょっと休憩行こうかな。ちょっとここで休憩する。一緒にしはこうやって楽しむべき。いつ入れてもいいんだからね。じゃあ休憩します。はい、ではクロスを装着して、じゃあ行きましょうかね。 6.1 分の1を4回転で引かなかったら300発ちょいの出玉で放り出される。この北斗無双3出ます。もうはっきり言って1回転目が勝負だよな、この台。でこの後ずっと弾入れてると、このショックがレインボーに光って先読みで当たりを告知することがあります。まあ新ホギアと一緒ですね。あ、白だよ。おい、レインボーになれよ。なんで、やべえ、これ当たってねえかも。保留戦闘貢献の威力を思い知る。なんか下がここでロゴが落ちないか。じゃあダメか。あ、終わりましたね。俺さ、前回打った時さ、ラッシュ終了単発で今日単発じゃん。だから今んとこ10 13 17 21 22回転外れてる。右側セカンドワーク、魔導機の前に散りとなれ。自キャラのセリフも白か。ロゴも落ちてこねえ。ダメダメじゃん。当たらないことはないかもしれんけどね。落ちろ。先制タイプだから、敵が攻撃してきた時にロゴが落ちれば先制で当たりなんだよね。ふう、やっぱ右打ち中は面白くて。あー、白セレブか。ロゴは落ちない。はい、ダメですね。何も言うことはございません。幻灯決戦終了。乙女6でいうところのね、キュンアタックみたいなのがありゃいいんだけどさ。はあ、また10分後には追加投資、10分も経つに追加投資か。眠くなるね。さあ、3万円がなくなったよ。もうダメだこれ。あと5000円で銀行行きだ。3万5000円が溶けて財布の中に1万円余ってたんで、これで4万5000円目ですね。やっぱしんどいな。おい、金受け付けなかったぞ、1万円札戻ってくる。もうやめろってことかな。いや、やっぱしんどいね。今のミドルの問題点が北斗無双に限らずこのパターンで、結局ラッシュにぶち込めなかった場合、外れ引いたのと変わんない手玉しかよこさない台ばっかだから、みんなパチンコがつまんなくてやめていくのね。みんな遊びてんだよ、もう少しまったりと。だから割と大見スペシャルは客いるんだよね。まったり遊べるから。みんな一撃離脱でしょ。だからね、パチンコファンが減ってるんじゃなくて、もしかしたら客の滞在率が落ちてるからガラガラに見えるだけなのかもしれないね。客滞率が低いから一人一人の客から想定以上に金ぶんどんなきゃいけない状況だから、お客さんが全然遊べなくなっちゃって、どんどんお客が離れていく。そこを改善しないと未来はないよ。ホールも業メーカーもね、6号機で売り上げが落ちてるかもしれんけどさ、もう何年も変わってないじゃん。この業界のバカのやることは、とにかく金絞ることしか考えてねえわけで、それでパチンコファンのためにとかっていうのやめろやに、ね、いい加減よ。ムカついてきたわ。パチンコファンのことを考えてるんだったらね、こんなに客いなくなんねえから。本当にあんたらが全メーカー全ホールがね、客のことを向いてたら。向いてないでしょ。演者もそうよ。客の方なんて向いてないでしょ。疑似さん対応か。クソ台って知ってる？あ、もしもし、あ、母ちゃん、
うん、今日 YouTube の収録、うん、そうそうそう、うん、あ、今ね、あ、そこそこ当たってるけど4万円ちょっと負けてる。うん、まあこういうことも結構あるからね。今450回転なんですよ。あと500回転ほどで U タイムです。4万5000なんで投資が。ここでやめようかと思ったんだけど、やっぱね、1回ラッシュ入るかもう1回頭で打ってみます。前回あれだけね、ボケン吐いたてめえのケツを吹きに行くためにラッシュに入らずやめるってのはやっぱちょっと自分的に納得いかないんで、やってきますわ。今日の最大負けはもう7万円が見えちゃいましたね。怖えな。発言には気をつけないといけないね。あそこでボロクソに言わず、これ面白いねなんて言って、嘘、面白いねな、あ、悪くないですね、たまに1万勝負ぐらいの口だったらいいんじゃないですか、で終わっておけばさ、俺今日打たなくて済んだのにね。あ、え、もう一回打たなく、俺視聴者は別にもう一回打てって言ってない。確かにその通りだ、その通りだ。でもね、あれだけ反響あってさ、ねえ、なん、もう一回打たずにっていうのは気持ち悪くない？俺やだね。しゃあねえ、行くか。嫌になっていくんだよね、そのうち。あ、また多分外れだな、外れだな、外れだなで慣れてきちゃうから。使い方が下手くそなのか、このボタンね。今ちょっと映ってないか、エイリアンくん。これさ、決戦リーチの終盤で必ず動くでしょ、うにゃうにゃうにゃって。ここはね、強楽さんの救命ボタンをパクった方が良かった。いわゆる決戦リーチの最後の段階でこいつが暴れたら超激アツにすりゃ良かったと思うんだよね。ゴニーンって暴れて激引けだったら大チャンス、こいつが動きまくって激引けだったら超激アツって。そしたらまずカットインの段階で究極無双に発展することに期待してボタンを押せたし、最後、あ、究極じゃねえのかよと思っても、まかり間違えるこいつがさ、ヘッドバンして暴れたら、うわー超激アツってなれたわけじゃん。そこが惜しいところかな。で、スペックなんだけど、やっぱきついです。やっぱめちゃくちゃきついです。今だってトータルで900回転ぐらいだけど回したの。4万5000負けてるからね。初当たり2回引いてるのに。今初当たり確率450分の1、そんな悪くないよ。もちろん右に全振りだからそれぐらい覚悟して打たなきゃいけないって声も分かるけど、こういう台ばっかになっちゃうと打ち手がついてこれなくなる。だからここまで尖ったスペックは無双じゃなくて化け物語とかエウレカのようなメイン機種じゃなくてサブ機種って言ったら失礼だけど、主力じゃなくて準主力の機種。山陽のゲンさんだってあれ海でやらなかったでしょ。ゲンというどちらかというと今やサブになり、なっちゃったブランドでやったわけじゃん。そうしてほしかったね。海は海で王道を生かしてるしね。赤まで行ったけど、あー、究極無双だ、頼むぞ。でもなんか当たる気がしない。そうだから右特化なのは特化騎士もね必要だろうけど、もうそれは元と将来北斗無双があるから、遊べるミドルっていうかな、打ちやすいミドルを今後は開発してほしい。あとこの大枠いらん、連れ打ちで、連れ打ちが楽しくね、これが邪魔で。ガッツ追加2万3000円、総投資4万6000円、470回転で大当たりです。今のね、変動中そんな強くなくて決戦行ってっていうワクワクはあったじゃない。このスクリューは本当にいいと思うのよね。ただ決戦リーチの見せ方はやっぱ下手だと思うよ。で、僕があまり好きではない右、これも見せ方が下手だな。レインボーに引かれ、ちょっとボス変えていい？バランス型にします。数字止まらないで止まらないで止まらないで、一回ラッシュ引いて、うーわ止まりやった。これで1変動目が外れだ。当たる気しねー。まず自キャラのセリフが、あー白かで、ロゴが落ちない。あー、もうダメかな。あー、ダメだ。でね、この右の欠点は6分の1でしか当たらないのに必ずリーチになっちゃうってことを忘れてる。メーカーさんは、サミーさんは、だから6回に1回しか基本勝たないのに必ずバトルにさせちゃうから、ジキャラが基本負けるのは6回に1回しか勝てないから、こっちは。それなのにそれを1変動ずつしか見せないからだるいのよね。だから2パターンも3パターンもモード作っとくべきだった。で、あと星さんが強すぎる。当たるなんて思わないでしょ、俺も思ってねえもん。
本当面白くないな。ここだけはやっぱどう、俺ここだけはフォローできない。もう敵が出てくる前にダイルもん。これも星さんでしょ。もうね、期待できるのが星4しかないからダメでしょ。もう俺へそ溜めてるもん。当たるわけねえから、なんも面白くない。唯一面白いのが1変動目が止まるかどうか見てる時だけ。なんだこれ、319当てて390個だって。これさ、本当これをゴーサインしたやつちょっとホールで自腹切って椅子に縛りつけて1週間打たせたいね。いや1週間じゃない、1ヶ月、いや1年、365日、 毎日10万負けるか閉店まで椅子に縛りつけて泣いてわめこうが打たせ続けてみた。ごめんなさい、こんな台二度と開発しませんって言うまで打たせてやつ。ああちなみに多分そういうやつらは金持ってるから1玉4円なんか出さない、1玉400円で打たせてやる。ああそしたら10万じゃなくて、そっかレートが100倍で1000万だね。400円パチンコでこれ打たせてやるよ。開発にゴーサイン出したやつね、金あんだろ。数万負けた程度じゃ痛くないでしょ。ダメダメ、400円パチンコで打たせてやるよ。それで面白いっていい、いつ泣きわめいて許しを請うか実験したいね。ねえ、ここはメーカーへの文句じゃなくて、あんたら打ち手に言いたいんだけど、あんたら打ち手が継続率ばっか言うからこういう台ばっかできんの。そのくせ遊ばせろとかでしょ、無理だから。継続率なんて 66% もでいいんだよ。 66% もいらねえよ正直、50でいいよ。継続率が高いってのはな、リスクもでかいんだぜ。例えばこいつ平均10連でしょ、ショブ連食らったら欠損がひどいことになるの。 50% の場合って1回の出玉が十分多くできるから欠損が少なく済むのよ。みんなそんなに連チャンさせる気満々なの 90% を。で 90% 継続なし、現の93% 継続でショボ連で終わって、ショボ連バッカーとか引き終えとかぼやくわけでしょ。あったらもうバカなんじゃないの。だったら継続率なんか求めずに海物語みたいなやつ望めよ。おめえらも、おめえらもバカなんだよ。全員バカなんだよこの今の業界は。だからこんなになってんだよ。綺麗な液晶、豪華な役物、あんたらも求めてることだからね。うちてしょぼい液晶とかしょぼい役物つけると絶対文句言うじゃん。液晶しょべえ、役物しょべえって。バカじゃねえのお前ら。玉が欲しけれ液晶なんかしょぼくていいんだよ。役物なんかしょぼくていいんだよ。くったらねえ。 AKB バラの儀式の時にさ、液晶が荒いとかさ、役物がみたいな、役物だとあれか、銀河鉄道39かな、確か京楽さんがです、下からね鉄路ネガのポーンって上がってきて、それがプラプラだったので、ペラローとか言って役物しょべえとかバカにしてたけど、出玉がしょぼいより全然いいからな。役物なんかいらねえんだよ。だから役物がすごいですねとか俺メーカーに呼ばれても言わねえからな。メーカーさんよ、俺に仕事回す時でも俺役物なんか褒めねえから覚悟しとけよ。俺はしょぼくていいと思ってるから、初代ガラのエンブレムでいいから、あのエンブレムにかなう役物を作ってから言ってください。ないですないです。だから全員ね意識を変えていく必要がある。大海打ってみろって。割と 52% 引けるぞ、いいぞ。1回の当たりで楽になるのはいいぞ。海じゃ一撃1万発出ないでしょとか2万発出ないでしょとか当たり前たらミドルなんだから、バカじゃねえのお前ら。一撃1万発なんてマックスでもそうそう出ねえよ。ミドルの平均出なまでせいぜい4000から4500だっつーの。ミドルで5万発なんて出る方がおかしいんだから。僕はもっと穏やかにパチンコ打ちたいんだよ。辛いんだよなんで確率通りに当てて5万円近く負けてんだよ俺は俺もうねマスクがね唾液でベッタベタだよ。もうベッタベタ。僕はもっと遊びのパチンコをしたいです。もうとある以外打ちたくねえミドル。でもねとある打ちたいって言うじゃん、嫌がるんだ、再生が取れないって。だからみんなお願い、今度大見スペシャルととある以外打つなってコメントたくさんください。ジャイさんが高継続打つのはつまんないんで、もう高継続を打たさないでくださいってコメントをたくさんよこすのと、今ちょうど登録者3万人ぐらいいってるんですけど、あとみんなにお願い、毎日朝シャワー浴びるでしょ、シャワー浴びるときスマホ持ってないよね、お風呂に行く前にシャワー浴びに行く前にジャイロ技研再生してから行ってください。見なくていいんです。で3万人が全員それ朝やってくれたら1日で3万再生で、例えばサービス業の方なんかお仕事中はスマホを休憩所に置いてるよね、ジャイロ経験流しててください。お願いします。なんかすげえこと言った気がするな。とりあえずもう僕は後継続機が一着ありません。はい、お疲れ様でございます。投資65,000円、回収ゼロ。久々にこんなにクッソ負けた、クッソ負けた。
ただ拍手をやめなさい。またお金を借りることになるんですよ。Tさん、Tさん、俺もな、今日頑張っててめえの発言の尻拭いにも行ったわけですよ。結果思いっきり返り討ちになったね。で、冷静に一歩引いて打ってみたところ、まあ実戦中にも述べてて使われてるとは思うんだけど、演出面で言うと、まあいい意味で平行線の期待度を持ったまま打てる台ではあるけど、決戦リーチの見せ方とボタンの使い方が下手くそって話は してると思うんですよね。はい、ちょっと下手だと思います。肝心の右に全振りっていうのも、僕みたいにね、ある程度打たなきゃいけない人間にはきついんだけど、まあ視点を変えて、例えば会社帰りに1万円とかっていう勝負だったら、ああいう台もありかなっていう考えには変わりました。ただしですよ、ああいう台ばっかになると多分みんな逃げてしまうので、もう少し遊べるミドルがやっぱり欲しいなと思った一日でした。で、今後僕が北斗味噌3を打つかと言われたら、ちょっときついんですけど、お店がこれ思ったより辛いぞ、もう少し増そうってなってくれたら打つかもしれません。なんかてめえひよってるなって思った方いるかもしれませんけど、僕はこういうことに関しては一切ひよらない人間なんで、今日は全部本心を話しております。今回は北斗無双3を実践いたしました。というわけで次回またお会いしましょう。ということで、2日で10万負けるかもしれないジャル君でした。ではお疲れ様でした。さよなら。